日本には現在、親の虐待や病気など様々な事情から実家庭で暮らすことができない子どもが約4万5000人存在しています。こうした子どもたちを一時的に家庭で預かり養育する仕組みが里親制度です。里親制度は児童福祉法に基づいています。つまり制度の一番の目的は子どもの福祉です。子どもが適切な養育環境で安心できる大人のもとで愛され守られながら将来に希望が持てる生活を送られるようにすること。里親制度とは子どもたちに当たり前の生活を保障するための制度なのです。すごい懐かしい味です。お父さんが作ってくれたんで、すごいこだわってる味なんで、懐かしくて美味しいです。食べるのは 3、4年ぶりです。生姜焼きはお父さんとお母さんの家を出てから、家を出てから自分の家で生活してて、たまに帰ると必ずお父さんが作ってくれたんで、いつもその味を覚えてて懐かしいなって思って、思い出の味なんでリクエストしました。奥さんとかに作ってもらったりして、でもやっぱりお父さんの味がいいなとは思ったりするんですけど、お父さんのこだわりの作り方があるみたいで、ちょっとその作り方は秘密らしいんですけど、ポテトサラダは多分お母さんが作ってくれたんですけど、もう変わらない懐かしい味で、この具沢山なのがやっぱり自分の大好物です。今の家ではたまに休日ぐらいでご飯作る程度なんですけど、なかなか難しいなって思っちゃいます。やっぱその分、その自分で自立してからっていう時の環境 とそのお父さんとお母さんの家に行った時の環境をやっぱ比べちゃうと、やっぱりお父さんとお母さんの家にいた時の方が大切にしてもらってたんだなっていうのを、家出てから初めてありがたみを感じました。生姜焼きを焼きます。生姜焼きには何が入ってるんですか？ジンジャーエール、生姜のすったもの、日本酒、お酢、そんなものですかね。なんか一番好きな食べ物何って聞いたときに、豚の生姜焼きって言ったんです。そうだ、うん、そうそうそう。YouTube で見たら飲み物のジンジャーエールを使って、
作る生姜焼きがあるっていうので、ジンジャーエールを作りました。そしたらすごく美味しいって言ってくれて、そうね、喜んでたね。なんか初めてお父さんの手料理を食べたみたいな。はい、出来上がりました。ちょっといろいろ事件とかもあったので、距離を近くにあるのに時間がかからなかったですね。そうです、理不尽な暴力を受けて受験間際だったんですけどね、もう帰ってきてね、そこのテーブルバンバン叩いて泣いてね、悔しかったと思うんですよ。もう最初許せないって言ってたんですけど、でも結局は許してあげたから偉かったなと思ってね。あの時は本当に試練でしたね。一番私は思い出があるのは、高校の3年生、ずっと中学から陸上だったんですけど、走るのが速くって、で高校でも陸上部を入ってて、で最後の大会でみんなで応援に行ったんですよね。そしたら最後アンカーでね、もうカモシカのようにね、すっごいも速くてね、もう泣けちゃったよ。アンカーでテープ切ってね。中学から高校3年間ずっと陸上に落ち込んでましたね。ブレなかったね。ブレなかった。だから一生懸命陸上やってたから、うまくね、最高中学高校大変なところを乗り切れたんですよね。なんかもう元々がその性格がいいんですよね。なんか本当にね、もっと甘えてもいいんだよっていう感じなとこあったんですけど、本当になんかね、控えめでね、いい子だったよね。すみませんっていう言葉がすぐ出る子なんですよ。偉いと思って。ねえ、本当にこちらが育てさせていただいたみたいなね。本当に何でも自分でやろうとしないで、何でも相談してくれるし。ねえ、本当すぐお父さんお母さんって言ってくれたのね。可愛かったよね。本当。卒業、うちから出ていくときにはお別れ会してね。本当にね、いいこと言ってくれて ね。それでちゃんと我々にもなんか手紙を ね、そうだよね。初めてお父さんとお母さんに会った時に、もう外見的に、あ、優しい人たちなんだなっていうのは本当に分かって、で住んでからもすごい温かくしてくれたんで、あ、自分も変わらなきゃいけないんだなってその時に気づいて、そこから徐々に、まあ、そのお父さんとお母さんに言われたこととか、それこそそのアドバイスしてくれた時もあったんで、どんどん自分も成長して変わっていかないといけないんだなっていうのに気づかされたんで、その中学校3年生の時のやっぱちょっと多中生とのいざこざの時に揉めちゃってっていう話を本当にお父さんとお母さんに、多分その時が初めて心の底から助けてほしいって思って、初めてそこで相談した時だったんですけど、そこからはやっぱりもうお父さんとお母さんの意見を聞いてから自分で行動するした方がいいのかなっていうのも気づかされたりもしました。それがあって、なんかまた次のその3人での次の一歩に行けたなっていう感じが自分もしました。
普通の人たちからすると朝昼晩ご飯が出てくるのとか当たり前なんですけど、その当たり前のことがなかったんで、それがすごい嬉しかったです。やっぱり高学年の年になってくるとやっぱ思春期なんでぐれてきちゃうんで、やっぱりそうですね、そういう子たちにとって居場所っていうのがはっきりとまだ分かってない時だと思うんで、なんでぐれてきちゃうと思うんですよ、ね、そういう子たちのために温かい居場所を提供してあげるような心遣いがあれば必ずうまくいくと思うんですけど、あとはやっぱり親身に寄り添ってあげることが一番大切なのかなって思うんですよ。よく世の中では血のつながりをすごくみんな求めてしまったり、どこか意識してしまうことって多いかもしれないけれども、でも今のその動画にあったように、その関係性だったり信頼性だったり、里子の方がお父さんお母さんと呼ぶその響きにとても愛情を感じていて、家庭に入れたことによって誰かの瞳に自分が映っているっていう、安心できる、自分は見てもらっている、誰かが自分を守ってくれている、気にかけてくれているっていう居場所が初めてできたのが、やはり家庭というものの中に入れた瞬間だったんですよね。今もしかしたら子どもたちの中には、自分をうまく自分の心の開き方だったりとか大人との関わり方が分からなくてすごく悩んでいる子どももいれば、実際里親になること、もしくは養子縁組をすることをどうやったらどうすればいいのか、もしくはその子どもとうまく噛み合わないとき、里子とうまく関係性が築けないときに里親さんもいろいろと悩んでるんですよね。それも普通の家庭の中でもあるじゃないですか。普通の親子でも喧嘩して衝突して反抗期があって、うまく自分の子供と向き合えない親子関係って普通なんですよね。それがたまたま里子と里親でも起きることだけれども、でもそれは時間をかけてゆっくりゆっくり歩み寄ることで、普通に徐々にそのシワがちゃんと伸びてちゃんとした関係になっていく。だから苦しいのはお互いに苦しかったり、お互いに遠慮してたりとか、お互いにどうしたら伝えられるんだろうというもどかしさというのはお互いに感じていること、それを知ってもらうためには、きっと里親さんってきっと子どもたちのこといっぱい考えてくれていて、自分がもしかしたら不甲斐ないとか、もしかしたらもっとこうしてあげられたんじゃないかとか、いろいろ考えて苦しまれてることってきっと里親さんってたくさんあると思うんですよね。だからこそ、その里子である私たち、彼もそうだし養子だった私もそうだけど、自分たちの経験を話すことによって、よりもっともっとこういう愛情が生まれて、こういう関係性が生まれるんだっていう希望の光をちゃんと提示したい、とても素敵な関係性なんですよ。血のつながりではなくて、心でお互いを愛し合うこともできるし、本当の親子以上に本当の家族になれるんですよ。里親になるのに年齢制限はありますか？2018年10月から養育家庭で65歳未満、養子縁組里親で50歳未満としてきた里親の年齢制限が撤廃され、年齢制限なしになりました。試しに里親になることはできますか？いきなり長期間子供を育てる自信がありません。里親さんの状況や希望を確認した上で、短期間の養育から始めることもできます。共働きでも里親になれますか？はい、お子さんの養育が可能な範囲で共働きで里親をされている方も少なくありません。また里親として受け入れたお子さんも必要に応じて保育所や学童を利用することが可能です。里親になるための資格はありますか？特に資格はありません。里子の養育に必要となる知識や技術に関しては、里親登録前の認定前研修をはじめ、登録後にも各種研修にご参加いただいたり、里親サロンでお互いの経験を話し合ったりする中で培っていただきます。
世田谷区は子どもたちを温かく迎えてくださる里親さんを募集しております。里親制度についてもっと詳しく知りたい方や里親になりたい方は世田谷区の里親制度の情報が詰まったホームページ世田親をご覧ください。お電話でお問い合わせは世田谷区児童相談所フォスターホームサポートセンター友垣03-6379-2167までお願いいたします。